20人前追加で。あいよ。え、バカ。今月の給料全部肉にする気かよ。言ったでしょ。これは割り勘だって。割り勘ってのは戦場よ。戦場なら手段は選ばないからな。しかない。の。僕の体を頼んだよ。本気になった蝶々を止めるにはこれしかない。これしかって、まさかお前。忍法新天神の術。これでもう食べらんないだろう。たく、バカなことしやがって練習の成果もあって新天神も最近はかなり成功確率が上がってるんだ。これで蝶々ももう食べる。え、どうした。こいつの体が反射的に人間にあるのもんよ。これじゃあ、はい、もう何も変わってないじゃないか。いや大満足。もう当分焼肉はいいすわって感じ。不思議だね。僕は食べてないのにお腹がいっぱいの気分だよ。子供ん時からよくここに来たよな。親に連れられて。そりゃそうでしょう。生まれた時から一緒なんだから。そうそう、そのせいでパジャマまでお揃いにさせられたんだからね。あっちは嫌だったけど。そういやそうだったな。そろそろお勘定する。誰かさんのせいですごい額になってそうだけど。今日は俺が持つ。いいの。中人として下人のお前らにおごってやれるのは今日で最後だからな。明日からは割り勘だぜ。